お腹をつまむだけでウエストがゆるゆるになっちゃったっていう人がたくさん出てます。私を信じてちょっと一緒にやってみましょう。まずね、この寝てる時にお腹って平らよりやっぱりちょっとポコってしちゃってますかね。こういう方の方がチャンス。つまむだけで1回でも結構平らになる人がいます。まずはね、ちょっとお肉をつまんで、こうやってね、少しずつゆさゆさしていきます。でね、1個みたいにちょっとじゃなくて、私の肉いっぱいほらこんなにつまめるんだけどっていう方たくさんいるんですけど、つまんでゆさゆさするだけだとちょっと効果が薄いです。ぐすっと中までしっかり刺してガバッと持って大きく動かしてください。まずこの上をね、くる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 じゃなくて、中までえい指を刺してガバッと集めて、このお肉を、脂肪のね、大陸をできるだけ移動させます。プルプルよりもちょっとしっかり移動させる、こうじゃなくてガバッ、こうガバッて持ってちゃんと移動させようとすると、ちょっとこう中で引っかかる感じがあります。中のね、ちょっと硬いところまでしっかり刺して、お肉をこうやって動かしていくと、だんだんね、お腹が緩んできて引っ込んできます。ちょっと疲れたらふー休憩していいですから、お腹に力を入れてって言った時になかなか入れる感じがわからない人がいるんですけど、ふーふーって息を吐いて、ちょっとね、指をこうやって刺してみてください。そうすると表面の脂肪は柔らかいままだけど、中にね、硬く、なんかちょっと板みたいなのがふーってすると中に出てきます。そこまでしっかり指を刺して、でその上のもの全部持ってごっそり上下上下上下動かしていきます。持ち方はこうでもこうでも、爪が痛い人もね、こういう風に持ってもやりやすいかなと思います。で下の方を上の方、あとこういう風にやってもいいですね。意外と上のこの溝落ちの周りも硬くて、お肉はあるのにしっかりつまめない人が多いです。イカラポッコリさんは特にここね、ちゃんとつまんで動くようにすると本当にこれだけで引っ込むので、ちょっとね、しっかり動かしていきます。でまた手が疲れたら休憩して、この時にね、一回お腹を息を吸って膨らまして吐いて引っ込めてください。このつまんでいくと、この引っ込める力がしっかりついていきます。膨らます、はい、へこます。へこました時にこのね、中の筋肉ちょっと触ってみて、硬くなってるかな、表面はあっていいんですよ。表面はまだなくならないけど、中の筋肉がちゃんと動くことが大事。膨らます、息を吐いてへこます。そう、だんだんこの膨らむへこむがしっかりね、動くようになってきます。そうすると、さっきまでお腹ボコーって出てたのが、ふー簡単にね、へこむようになってくると、どんどんお腹が引っ込んでいくので、で、へこんできたら、へこんでる力入れたままでちょっと、お肉をグッと上の部分持って動かしてみると、まあ、硬いとこあるでしょ。脂肪と筋肉の際をこうやって触りながら、奥の方まで手を入れてちょっと動かしてみてください。もう持つのが疲れたら指を刺してこうやってね、中身動かす、これだけでもいいです。ふーふー、この辺とかもね、奥まで刺すと中に、私筋肉ないと思ってる人も硬いとこがあります。それ筋肉なので、その塊を動かしてほぐしていくと、だんだん本当に引っ込んでいきます。で動かして手休憩したら、ほら引っ込んできたでしょ。これね、本当みるみる引っ込む人がたくさんいるので、奥まで頑張って動かしてください。この脇腹、この辺も気になるじゃないですか。ちょっとね、左右にこう体を倒してみると、この辺とかね、意外と硬くてちょっと動かないとこがあります。
この脇のね、肋骨と骨盤の間のこのウエストのところもしっかりちょっともうガバッと持って、ちょっとこうやって動かして、ちょっとね、片側だけしっかりもみもみしてみてください。こういう風に横にもみもみでもいいし、ここはね、縦でもいいです。持てる範囲でちょっともみもみもみ、しっかり掴んで動かす。こうね、横にこう、できるだけ大きく動かして、もみもみすると、もう一回ちょっとこっちとこっち倒してみると、やった方すごくやりやすくなりますよね。ここが柔らかくなるとウエストがしっかり動いて、ウエストがくびれてきます。でこっちまだ硬いので、こっち側をしっかり動かします。もうね、40代以上はいきなり筋トレやってもね、硬いところが硬いまま動かないから筋トレにならないので、まずは柔らかくすること。これをやらないで筋トレやっても全然効果がないですから、しっかりまずはもみもみして動かす。それだけでも細くなっていきます。ほんと信じてやってください。まずはもみ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 つまんで動かして、はい、疲れたらそこの部分を動かす。おお、やりやすくなったでしょ。両方動きやすくなります。こういうようになれば日常生活でこのウエストがね、動かせるようになるから、勝手にくびれてきますから、まずは動かない部分を動くようにすることが大事です。はい、そしたらもう一回ね、お腹膨らます、へこます、やっていくと、ちょっとさっきより引っ込んできてないですかね。だんだん引っ込んできたら、足を伸ばして、伸ばしてる状態でもつまんでみましょう。伸ばすとちょっとつまみにくい方もいるかもしれませんが、伸ばしてる状態の方がもしかしたら中の硬いのが分かりやすい人もいます。硬いところ分かったら、それ以外の部分をしっかりつまんで動かしていきます。あ、結構疲れますね。これだけでも熱くなってきます。で、もみもみしたら、ふーん、上と下にしっかり伸びましょう。つまめばつまむほどね、上と下にぐーって伸びやすくなります。ふー、伸びてる状態で、ちょっとお腹触ってみてください。ほら、ぺっちゃんこでしょ？こういう風に、お腹がぺっちゃんこになればいいですよね。伸ばしてぺっちゃんこにするためには、ここが硬いとダメなんです。しっかり動かして、伸びるようにしていきます。ね、かかとをちょっと、くっと奥に押し出しながら、寝る前のね、ストレッチでもやってますが、骨盤をしっかり動かします。ふぅー。おー、どうですか？なんか引っ込んできましたね。こうやって引き締めていきます。はい。で、最後もう一回、ちょっと膝を曲げて、ちょっとだけお腹のね、下っ腹に力を入れる練習をします。足を上げて、お尻を、これだけでいいです。たくさん上げない。ちょっとだけ、お尻を持ち上げてください。お腹キュッと力入れながら、お尻をちょっと持ち上げる。これでもう十分下っ腹に力が入るので、10回一緒にやりましょう。お腹引っ込めて、お尻をちょっと持ち上げる。1。2、3、お尻持ち上げる。4、頑張って、ここに隙間。5、お腹引っ込めて。6、7、あと3回。8、きつい。はい。9、ラスト、はい。10、はい、OK。ふぅ、もう一回ちょっともみもみします。熱くなりましたね。この辺にね、力が入ったかなーってなってれば OK。はあ、熱ー。はーい、どうですかね。お腹しっかり引っ込んできたと思います。はあ、汗出た。もう一回、と伸びましょう。はい、伸びながら、もう一回お腹触って。ほら、ぺっちゃんこ。そう、こうやってね、どんどんつまんで伸ばして、ちょっと力を引き締めて、このぐらいやるだけで、どんどん引っ込んでいくので、きつい腹筋やらなくてもいいですから、まずはつまんで動かす。ちょっとひねる。伸ばす。ちょっとだけ下っ腹に力入れる。
で、バッチリお腹は引っ込んでいくので、毎日ね、これだけ一緒にやっていきましょう。はい、最後にゆっくり深呼吸をしていきます。で、膝伸ばした方がいい人はどっちでもいいですね。お腹に手を置いて、ゆっくり息を吸って、はい、吐きまーす。はい、吸って、はい、吐きまーす。はい、ゆっくり呼吸を繰り返しまーす。そう、少しもみもみした後に、このね、腹式呼吸をすると、ちょっとね、下っ腹を使ってる感覚っていうのが出てきませんか？普段ね、あまりこの辺なんか力入れてって言われてもわかんないっていう人も、このね、深くをしっかりつまんで動かす。その後に深呼吸していくと、だんだん下っ腹の感覚が出てきて、ここの筋肉が目覚めてきます。ゆっくり深呼吸して動かすだけでも筋トレになるようにするには、ここをね、目覚めさせることが大事です。なので、毎日ね、ちょっとずつツンツンしたり、つまんだり、一緒にやっていきましょう。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録と隣のベルのマークを押しておいてください。チャンネル登録しておかないと、あの動画どこだったかしらってわかんなくなっちゃうのでね、ぜひチャンネル登録をお願いします。毎日一緒にお腹のつまみやって、今日から始めるよ、頑張りますっていうコメントもぜひ送ってください。まずは2週間やってみましょう。ぐんぐん。毎日コメントしてください。はい、待ってます。皆さんのおかげで初書籍1日1つやるだけでマイナス9センチも夢じゃない40代からのお腹痩せが7月28日に発売です。この本、運動が苦手な方でもつまんだり伸びたりするだけで簡単にお腹痩せできるものになってます。筋トレは一切なしです。写真も大きく昭和世代にめちゃめちゃ優しい作りになってますので、大切な人へのプレゼントにもとってもおすすめです。概要欄に予約の方法も書いてありますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。みんな本買ってね。